指が動くで。どうだ、すげえやろ。ふふふ、完璧やん。これで何でも取れるぜ。先日、バルブ社の公式 VR ヘッドセット、バルブインデックスがついに日本でも正式に発売され、あっという間に売り切れていましたね。かくいう俺は発売が発表される前に個人輸入経由入手しており、おかげで手指を動かすことができるようになりました。イェイ!こうかな?こうだな?イェイ!そんな昨今は個々のコンピューティングはもはやスマートフォンやタブレットで十分という層も生まれてきております。しかし、VR コンテンツを楽しむには十分なパソコンの性能が必要不可欠です。もちろん、インデックスを快適に使うためにもパソコンが必要です。本気で VR の世界に飛び込みたいという方はいらっしゃると思いますが、その中にもどのようなパソコンが買えばいいのか、市販のものでいいのか悪いのか、専門店のものが必要なのか、情報のレイヤーが大きく違ってわからないことだと思います。ここでルミナスタジオは、ていうか俺はあえて自作 PC をおすすめいたしましょう。自作 PC とは家電量販店で売っているパソコンとは違い、必要なパーツを揃えて取り付け用のケースに組み込んでいくパソコンのことを指します。自分の力で組み立てるのと思いもやらぬトラブルによるリスクはありますが、量販店で購入するものにかけるコストで圧倒的に高性能なマシンを作ることができます。あとあれです、なんていうの、無駄なアプリが入っていないので必要なものだけを選んでインストールしていきます。近年では PC パーツ専門店にてそういったリスクを補填するサービスや組み立て代行サービスなども存在するため、予算さえかければ昔と比べて自作 PC へ踏み込む壁は非常に薄くなっています。ですが、せっかくの自作 PC、 自分で組み立てて動かすところまで行きたいですよね。ならばやりましょう。ちょうど俺も Windows マシンを更新しようと思っていたところなので、PC パーツの組み立て模様も実際の映像で、実際の映像で見ながら解説していきましょう。まあ俺も詳しいというわけではありませんが、基本的なところまではね、うん。一緒に見ていきましょう。手が飛ぶ。俺が PC パーツを揃えるためによく使うのは、札幌駅西口にあるつくも札幌駅前店。新しく作るマシンに足りないパーツを購入して、まずはパソコンを構成する各部品をご紹介しましょう。はい、これがパソコンを構成するパーツです。組み込む順に見ていきます。まずはじめに全てのパーツを接続するための親元マザーボード、購入したパーツは全てこれに接続していきます。接続するパーツのデータをやり取りするチップセットによって使えるパーツが少し変わっていくのもポイント。まずはマザーボードへ平置きで取り付けしやすいものを装着します。最初につけるのは CPU です。 CPU はコンピュータの頭脳とも言われる中央処理装置のこと。今回は AMD の第3世代 Ryzen 7 3700X を選びました。では CPU をマザーボードへ取り付けましょう。 CPU のソケットは小さな穴がたくさんある四角の部分です。今回はソケット AM4 という規格に対応する CPU なので、 CPU にはそれに合う無数のピンがついています。無理につけようとすると破損する危険もあるため、切りかけや形状を確認してゆっくり落とすように差し込みます。俺どうだ、 OK 入りました。よし、立ち込んだら CPU を固定するためのレバーを倒します。これで CPU の取り付けは完了です。CPU は凄まじい発熱を伴うパーツです。そのため常に冷却するためのクーラーが必要となります。 CPU を購入するとその CPU に対応したリテールクーラーが付属します。今回はこちらを取り付けることにしましょう。もちろん特別な運用をしたり静音性を追求する人のために他社製のクーラーというのも存在します。目的に応じて用意しましょう。クーラーの取り付け方法はインテル製 AMD 製ともに GPU のナンバリングによって異なります。マザーボードの説明書を読んで装着方法を事前に確認しておくといいでしょう。ちなみにリテールクーラーには熱を効率的に移すためのグリスが塗布されています。こちらを使う場合は別途グリスは不要です。
当然ですが、このままでは CPU クーラーは機能しません。こちらもマザーボードへ配線する必要があります。配線箇所もマザーボードの説明書に記載されています。大体はローマ字で CPU ファンなどと刻印されているはずです。よし、次は主記憶装置メモリを取り付けます。ラムと略されコンピュータの作業台に相当する部分です。メモリは基本的に同じ容量、同じ型番の製品を2枚使います。メモリが効率的に処理をするための組み合わせのためです。こちらも取り付け先はマザーボードに書いていますが、グループが分かれているので、それぞれ同じグループへ差し込んでいきましょう。こちらも切りかけによって向きが決まっています。よく見て差し込みます。差し込むと、あらかじめ倒した固定具が起き上がり、メモリがしっかり固定されます。浮き上がっていないかなど正しく入ったか念のため確認しましょう。もう同じようにもう一枚差し込んでいきましょう。メモリってデータを記録するところと思われますが、簡単に言うと作業中のデータを一時的に記録する場所です。そのためファイルやインストールしたソフトウェアを保存する場所は副記憶装置、古くからはハードディスクがあります。近年ではハードディスクよりも圧倒的に読み書きが早く、データを素早くメモリへ移動できるソリッドステートドライブも存在します。今回はとりあえず先にメモリと似た形をしている SSD を M2 コネクタという場所に取り付けます。これは NVM エクスプレスという規格を使うのですが、要するに対応したものを使うと超高速で読み書きができるっていうやつです。それにメモリ同様基板型なので小スペースなのも特徴。デメリットといえば記憶容量あたりの単価が高めなところですかね。こちらの M2 端子に挿す SSD をメインストレージとする場合は、実は副記憶装置はこれだけでも OK です。しかし速度を求めず、かつ大容量のデータを保存したいという場合は、追加で他の SSD やハードディスクを用意するといいでしょう。マザーボードへ CPU、メモリ、M2 SSD を取り付けたら、次はこの状態のマザーボードをケースへ取り付けます。ケースはマザーボードのサイズに応じたものを選びましょう。今回はミドルタワーケースというものです。そしてマザーボードが ATX という規格のサイズのため、それが収まるケースを選んでいます。基本的にマザーボードはケースの背面寄りにつくようになっています。こちらはケースの説明書に詳しく記載されているはずです。説明書を確認して、該当する箇所へマザーボードを置いてケースに付属するネジで固定していきます。パソコンの各パーツを動かすには電源が必要です。パーツへ電力を供給する電源ユニットもケースへつけましょう。このケースは電源を下部へ取り付けるようになっています。背面側にスイッチと排気口が向くように取り付け固定しましょう。取り付けたらマザーボードやハードディスクへ電源ケーブルを配線します。どこに何を挿すかは電源やマザーボードの説明書に記載されています。最近の電源はケーブルを個別に接続することができるモデルもあります。今回の例であれば使うケーブルは合計4本ですね。最後に取り付けるパーツはグラフィックカードです。モニターへ映像を出力するためのパーツになります。基本的にグラフィックカードは高性能なほど大型になります。高性能品を選んだ場合は物理的な重量負荷も考慮するといいでしょう。グラフィックカードはファミコンカセットのような横長の端子 PCI Express X16 という端子へ差し込みます。最近のマザーボードであればグラフィックカード用のために色が違ったり高耐久の金属パーツになっていたりします。さらに PCI Express はスロット数の規格があり、今回差し込むグラフィックカードは2スロット潜入します。あとはケース付属のネジで固定すれば OK。 ケースによってはグラフィックカードを支えるバーもついています。グラフィックカードは高性能であるほど電力を消費します。今回は電源ユニットから補助電源を必要とするカードになります。先ほどの電源ユニットにグラフィックカード用のケーブルをつなぎ、こちらを穴の分だけ差し込みましょう。これで OK。 最後はケースとマザーボードの説明書に沿ってケース内蔵ファンや電源ボタンの配線をしていきます。さて、配線が間違っていなければ電源ユニットのスイッチを入れてケースのボタンを押せば起動しますが、 OK、 動きました。やったぜ。ここで電源が入らない場合、ケースとの配線が間違っている場合があります。この時点ではストレージに何も入っていないため先へ進みません。まずは UEFI というマザーボードのファームウェアを起動します。
今起動方法はマザーボードによって異なります。どうやら今回は初回起動のため指定のキーを押す指示が出ています。 UEFI ではコンピュータの構成の確認や上級者向けの設定が行います。ここで接続したキーが正しく認識しているか調べてみましょう。うん、調べてみたところすべて認識しています。ちなみに M2 スロット以外に全カットで先ほどの SSD と HDD もつなぎました。さあ、いよいよオペレーティングシステム Windows 10のインストールです。正しくケーブルがつながっていれば USB メモリのブートが行えるはず。もし Windows の USB インストールメディアが認識しない場合は、この UEFI でどの機器を先に読み出しするかの順番を入れ替えます。基本的に USB メディアを最優先にすれば多分大丈夫でしょう。お、プログレスミングが出ましたね。OK! Windows 10のインストーラーが起動しました。あとはインストーラーの指示に従ってストレージへ Windows 10をインストールすれば OK です。ストレージに異常がなければそのまま指定したドライブへ Windows のインストールが始まります。それが終わればあとはマザーボードやグラフィックカードに付属するドライバーなどをインストールすれば作業完了です。いやー NKT、 実際はこんなにうまくいくことはないですが、基本的な組み立ての流れは分かっていただけたはずです。細かいところを説明するとかなり分かりにくくなるので、ところどころ簡略しています。もし自力で組み立てるのに不安がある場合は、冒頭にも申した通り、パーツ店で組み立て代行サービスというのもあるので、検討してみるといいかもしれません。というか、初めてならその方が実際いいかも。うん。しくじった時に取り返しのつかないことになったら困りますね。うん。ですが、これで自作 PC に興味を持っていただけた方、ぜひともマイマシンを組み立てて VR の世界へ飛び込んでいただけると幸いです。自作 PC は、いいぞ。うん。いいぞ。